こんにちは、ヤオミセラピストのマリです。今日はお家で癒し、楽しく簡単にできるマッサージの方法をご紹介します。座りっぱなしでだるくなってしまったふくらはぎを気持ちよくほぐしていきます。じゃあふくらはぎと違うバージョンいきます。お願いします。失礼します。今度は手で足首のあたりを持って立ちます。でこの状態でプルプルプルって揺らします。おー、揺れる。揺らしてプルプル。おー、揺れる。揺らしてプルプル。プルプル。どうですか？揺れる。気持ちいいですか？気持ちいいですね。これは、やる方が無理にこう揺らすというよりも、やってる方もダラーンと脱力して、はい、今やってもらってる人もダラーンと脱力します。でその状態でブラブラブラーっと揺らします。脱力が大切なわけですね。脱力大変。ちょっと腰辛かったら膝曲げるといいかもしれない。揺らしてプルプル。揺らしてプルプル。座りっぱなしでこう足がだるいなとかふくらはぎ重いなってそういう時にやってみてください。はい、はい、揺らしてプルプル。あ、気持ちいい。はい、ありがとうございます。終了です。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤオミをよろしくお願いします。